あと数分でフェスが終わる。フェスが終わるとどうなる？知らんのか。フェスが始まる。どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グルリ、インボーク。メンテナンスが明けまして、長い長い3週間に及ぶ占領戦が終了いたしました。本当にお疲れ様でした。僕人間側だったんで、今回負けてしまったんですけども、ポイント的には、早々にノルマ達成して、あとは派遣、ピエロ回してたんですけど、1億3000万4000万ぐらいは行ってたのかな。結構ね余裕でしたね。なんか占領戦終えるたびに思うんですけど、占領戦終えるたびに次の占領戦がなんか楽になってるよね。何なんだろうな鍛えられてんのかな気持ちが。というわけで、メンテナンス上げて、一番の目玉はこれですよ。リ・インボケフェス。フェスがフェスが終わるとさ、フェスが始まるんだけど、どういうことこれ。なんか最近の流れなの。もうずっとフェスやってていいんじゃないかな。で、プレミアムの追加がね、来るかなと思ったんですけど、フェスが始まりましたね。というわけで、見ていきましょう。やっと来ました、四つ目さんですね。笛口ひなみということで、キャラの詳細を見ていきましょう。HP なかなか高めなんですかね。1万乗ってるっていうことは、まあ、そこそこいいんじゃないでしょうか。まあ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 、攻撃力に関しては、1万じゃねえわ。攻撃力1万また化け物だな。1050ですね。アビリティのおかげで500アップしてます。で、こいつの固有アビリティが、麻痺の迫撃、トリプル S マイナスということで、麻痺属性の、キャラクターへのダメージ 1.8 倍。で、苦手な草属性からのガード率 30% アップ。こいつ水属性なんだよね。ということは死神と同じということで、水属性のフェスキャラ、死神スペシャルか。何がいたっけな、水か。で、武器耐久値が5アップするで、合計が15だね。こいつはブレイクされないだろ、まず。はい、ということで、有利属性の非属性に対するダメージが、非属性キラーダブルスマイナスですね。1.6 倍になります。強いな。これ、待って、属性キラー系のダブルスって、誰か持ってたっけ？ちょっとあんま覚えてないですけど、これ、1.6 はいいっすね。で、もう一人で戦わせない。レベル5で3ターンの間、敵前衛を麻痺状態にする。これはあれですね。確定ですね。敵前衛、前衛か。ただね、前衛って言うけど、前衛が出てくる強敵クエスト的なのなくない？あったかな？まあ、思い浮かぶのはアンテイクぐらいだとは思うんだけど、3ターンの間、味方前衛の攻撃力 1.75 倍。いいですね。これはあれだね。悲劇リゼかな。悲劇リゼの攻撃バフの倍率と同じなような気がするんだが、どうなんでしょうか。記憶が曖昧だぞ。敵前衛へ、1.6 倍の8連ダメージを与えるということで、前衛キャラ多いね。ハイルも前衛だよね。ということで、って感じだ。だが、こいつ見てもらいたいのはこの 3D のモデルなんだ。この人を守る。よくないか。めちゃくちゃねえ、カグネやばくない？すごいかっこいいんだけど、なんか、まあ、個人的に RE のひなみはね、この無印の色してるよね。なんかもうちょい、まあでもあれか、劇場が暗かったからああいう感じだったのかな。すごいなんかさ、灰色っぽくなって、あ、なんか大人になったんだなって感じだったんだけど、これあれだね、色合い的には昔っぽい、骨骨しいな、なんか。まあでも 3D モデルめちゃめちゃかっこいいと思いますね。まあ今回ちょっと10連で勘弁していただきたい。あのね、すごい引いたんですよ俺、この1ヶ月。12月初めから義足10増、もうだ11月からすごいペースだったじゃん。死神排水オール義足10増からの、エトが先かな。エトが来て、でハイルが来る、ハイルエトかな、多分そんな流れだったと思うんですけど、もうキャラ追加がすごいの最近マジで。だからちょっとこの辺でペースを落とさないと、俺の財布が、俺の宝物庫は空になってしまうんで、そう、最近もね、FGO の方もね、かなり、ここ一番引いたんで、ちょっと10連で我慢していただきたい。つまり、いつもだったら、確定枠まで回すんだ。これ確定じゃない、しかもそう、ちょっと提供割合見ていいですか。提供割合見るにこれ確定じゃないんですよ。
50% なんだよね。そう、 50% は確実に外すんで、もう分かった、俺は 50% 外す。だって前回の確率アップしていく福袋 64% ですら外してるから、もう俺は信じねえ。おみくじ燃やしたのがダメだったのか。おみくじ燃やしたんですよ、末吉。行きましょう。衝撃的告白なんで、おみくじ燃やしたんですよ。そう、末吉と吉が出て末吉燃やしたんですよね。うん、あんまそういうのしても大丈夫か。ステップ1では出ないから俺、ステップ1では出ないから、出たことないから俺フェスで。ステップ1で俺も行ってみてえわ、フェスでさ、ステップ1で出ましたみたいな、10連で出ましたみたいな、俺も行ってみてえわ。あ、やべ、洗濯機開けっぱなしピーピーってる。めっちゃピーピーってるんだが、ちょ待って、嘘だろ。俺完全に今洗濯機止めに行こうとしたんだけど、マジで。あお、マジか。なんかすまん。ということで、お疲れ様でした。マジで俺信じられないんだけど、なんなん、まあ、出たことないんだけどとか言って出たんだが、ちょっと言いたかったことを言わせてもらいます。10連で出ました。お疲れ様でした。というわけで今回もラストを取れております。どうぞ。